表題に関する回答を冒頭に申し上げると、間違いなく将来的に破綻するでしょう。その時は以前からこのチャンネルでも言っていたように、預金封鎖など今はありえないと多くの評論家が唱える最悪の事態が起こるに違いありません。もちろんその時は債券市場や株式市場が崩壊し、金利上昇に歯止めがかからず、金融機関をはじめ多くの大企業が巻き込まれることになります。預金封鎖？そんなのあるわけないだろうと思う人がほとんどかもしれません。しかし実際に日本では1946年2月インフレ防止の金融緊急措置令として新円切り替えと同時に預金の一般引き出しを禁ずる預金封鎖が発動された経緯があるのです。最近新円切り替えが発表されたのも記憶に新しいところでしょう。まさに着々と準備を進めているのです。さらに国民総背番号制というと耳障りが悪いので、最近マイナンバーという表現に変えましたが、ここに来て急いで普及に努めようとしています。なぜか、もちろん日本の個人金融資産を特定していざという時に踏んだくるためです。必死にコツコツ税収を増やすより個人金融資産1500兆円を踏んだくった方が楽に決まっています。最近では海外への銀行口座開設時にもマイナンバーを求められることがあるそうです。なぜそこまでするかというと、外人や企業、特に外人の資産を凍結するとなると国際的トラブルに発展する可能性があるため、日本人の個人金融資産のみを狙っているのです。これらのことからも明らかに政府はすでに将来の破綻に備えようとしていることが明らかでしょう。金利上昇に関しては山本太郎氏や森永卓郎氏が、上限となるインフレ率、例えば 2% になるまでは財政赤字を許容するという MMT、すなわち近代貨幣理論を持ち出してきて、これまでも起こってないし今後も金利上昇は起こり得ないなどと言っています。本当にそうでしょうか？財政赤字、つまり国債発行を増やし続けると、やがて国債に対する信用失墜から金融危機が勃発し、ゼロだったはずの金利が高騰するか、もしくは債券の買い手がつかなくなるのです。これまで国債乱発による金利上昇が起こってないからといって、今後永遠に超低金利が継続するとでも言うのでしょうか？まさにこの MMT という理論は詐欺商法とでも言うべき代物と言えるでしょう。目先の経済システムを何とか維持するための生命維持装置に過ぎず、いずれ耐えきれなくなった金融システムは崩壊し、財政破綻が訪れることになるでしょう。今は10月15日に QE4 が始まったばかりであり、最後の麻薬を注入し始めたので、来年の大統領選挙あたりまでは延命措置が続きます。ではその X デーは一体いつなのか。今すぐではないが2020年代半ばに突如襲ってくるはずです。